We are Uri。 はい、こんにちは、竹下敦です。今日はね、耐久レースが行われております。マッハワンというね、あの素晴らしいサーキットで、チームテクトロンは現在首位を走っているようです。テクトロというチームはね、強い、とてつもなく強い、そして勝つことはね、本当に難しい。あれはちょっと何年だったか忘れてしまいましたが、読売ランドで24時間の耐久が行われました。その時ね、私はチーム HPI のドライバーとして走りました。メンバーと申しますと、当時の村井選手、そして吉岡大輔選手、そして私、竹下敦。その時にね、強勝では下高昭選手、そしてね、三平達也選手、と長い間のバトルを繰り広げました。特にね、驚いたのは下高昭選手ですね。夜中に、下選手と長い時間バトルをさせていただきました。その時ね、下高昭選手とは面識がありませんで、私がね、下選手の後ろを走っていたんですが、まあ最初は三平選手かと思ったんですが、どうも動きが違うんですね。ブレーキングがうまい。ちょうど、ミドルストレートから、左に曲がるヘアピンがあったんですが、私もね、オンロードのドライバーとしてはそれほどブレーキングが下手なタイプではないんですが、シモ選手のブレーキングはね、すっごく柔らかくて、そしてとてもね、ジェントルな走りでした。そしてね、結果的にテクトロがテクトロに敗北するわけですが、テクトロはね、すごい。個々の選手のね、ラップタイムはそれほど速くはないわけです。当然ね、私や、下高昭選手はプロのドライバーなんで、ラップタイム的には当然速いわけです。ところがですね、テクトロというチームはまずご飯があるんですよ。これ笑い事じゃないですよ。24時間走る中できちっとご飯があるんです。これはすごいことでしょう。HPI はね、確かにドライバーは速いです。村井さん、吉岡君、そして私、当然ね、ラップタイムは速いわけです。ところがね、ご飯がないんです。途中おにぎりなんかの差し入れを HPI レーシングの方からいただくんですが、まずお腹が空いちゃうわけですよ。そしてね、まあお疲れだったんだと思うんですがね、村井さんが寝ちゃうんですよ。でね、吉岡君も寝ちゃうんですよ。で、夜中ね、延々と私が走りまして、で電池交換の時にね、僕も下君もまあ当然、このドライバー誰だっていうんで、操縦台の上でこう顔を見合わせるわけですよ。僕としては、あれが8分の1レーシングでね、長年王座を守ってきた下高昭かと思うわけです。ちょっと下君の方もね、僕の方を見て、あれが12分のレーシング1レーシングで、カーペットでね、早いという噂が竹下敦かという、お互いがね、顔を見合わせるわけですよ。でちょっとね、お互いやるなみたいな感じでニコって笑ってね、
まあ、そこからまた延々と楽しいバトルを繰り広げました。で結果的にね、テクトロに敗北するんです。テクトロというチームはね本当にすごいチームです。まあ、しじきさんがね車を作り、その時のねあのドライバーは正直覚えてないんです。現トリオンのね服部さんも多分メンバーの中にいたんだと思います。横本さんはね広坂正美選手がね、まあ、延々と走っていました。あと当時横本だった海野幸次郎選手もね、走っていました。テクトロに勝つというのはね本当に難しいことです。それぐらい大変なことです。今日はね、ちょっと昔話になってしまって申し訳ないんですが、今でもしじきさんは戦っていらっしゃる。素晴らしいことですね。それではね、また次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。